はい、ありがとう整体の平野です。皆さん腰痛の時ね、どういうふうに対処されていますか？まあ、骨盤ベルトをね、こうはめて、まあ、養生するということが、まあ、一般的だと思いますけれども、まあ、私は、の考えはねちょっと変わっていて、やはりこう痛くてもね、やっぱり少しずつ動けるように正常な形で動けるように、まあ、戻していくという、そういう整体を目指しています。コルセットでガチッと固めてしまえば確かに痛みも感じなくて、そのうちに、この内部のですね、筋肉や内臓までこうガチガチになってしまえば、まあ、このベルトを外してもですね、痛くない状態ができるのかもしれないんですけども、当然、ここはね血流が悪いまま、になっていってしまう。で考えればですね、そのバランスを取ったり、この可動域がねこう、できるような形にして、まあ、内臓等もですねこう柔らかくしていくことで、最初にこう、まあ、動くと確かに痛いのかもしれないけども、その痛みというのはもう体が治そうとしているサインでもあるので、まあ、例えば当院でもねこうやって、その場では痛み取れなくても、何日か後にですね、そういえば最近痛み感じなくなったなというね、そういう声、非常に多いんですけども、それが、まあ、理想的な治り方だというふうに考えています。まあ、痛み止めも一緒の考え方だと思うんですけどもね、ごまかす、その痛みをごまかしているうちにどん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 また内部のものが硬くなってしまって、将来的にねまたいろんな問題が出てきてしまう。これはちょっと、結構皆さん やりがちなことだと思うんですけども、ちょっと気をつけていただけるといいなっていうふうに思います。